では平井さんお願いします。はいはい、私はまあ、経済の話ということで、まあ、世界経済みたいな大きな話ではなくてね、はい、今、まあ、国内を見ますと、まあ、衆議院選挙がもう間近に迫っていると、でその中で、まあ、共産党立憲民主が閣外協力ということで、まあ、要は大臣を送らない連立を組む、はいはい、それからもう、まあ、一つ の、 その共産体制を選ぶのか、政権選択というよりももう体制選択選挙になってきてるわけですね。でそこで、まあ、自由で開かれた社会を続けるのか、それとも共産体制に行くのか、まあ、それを選ぶような選挙になってます。でその中で、まあ成長とか分配とかいう言葉が最近経済で飛び交ってるんですね。で、でもみんなこれよく見るとですね、実はあまり中身を精査しないで話をしてるということを感じるんですね。で維新は自民党に対して成長がなくなったということばっかり言ってるんですけど、じゃあそれ何なのかということを今日ちょっと私は投資関係の仕事が専門なので、その辺のところがちょっと掘り下げて、これからお話をしたいと思います。先ほど小森先生からのアメリカの共産化が進んでるっていう話があったんですけど、これにもちょっと一脈通じるのかなと思ってます。なるほど、そういうのあるわけですね。じゃあちょっとお話をしていきます。維新さんとかね、彼らが言う新自由主義、これはまあ我々株主資本主義って呼んでるんです。でこれ何かというとですね、企業経営の理念なんですね。で株主の利益の追求を最優先としなさいと。で利益を追求するためにはリストラでも規制談話でも何でもいいよという考えなんです。で株式会社にがね、事業活動をして獲得した利益をその所有者である株主に分配すること、これが株式会社なんだっていう考えなんです。で従業員に払う給料賞与、それから下請けとか仕入れ先から仕入れる取引、これはコストだよと、ね、従業員に対する給料はコストだというする考えなんです。だから我が国のね、中小企業でまだある年功序列、終身雇用っていうのは決して従業員の権利立場に配慮したもんじゃないと、従業員との適切な協調関係ではないんだって言って、ね、成果主義を導入してよく稼いで株主に還元する額を増やす社員の給料を上げることが従業員との適切な共同関係だっていう考えなんですよ。そうですね。それで続けますね。でそれでですね、非常に違和感がある考えなんですが、経営と収入の分離というキャッチフレーズでアメリカから20年前に入ってきました。そうですね。それで弱肉強食、株主総取りの考えなんです、これは。で企業は社会の公器とし、三方よしの経営という今までの日本の経営を否定してる。で持ち主である株主が企業を監視するのに便利だから3ヶ月ごとに決算をしろと。中には決算に加えて会社の中にはですね、毎月の業績を公表するまで出る状況になってるんですね。で、3ヶ月決算というのが典型例ですけど、要はですね、企業が長期的に成長するには何をしたらいいかということではなくて、短期的な損益だけ重視してるんです。で株価の変動がね、上がったか下がっただけが関心事で、企業を投資対象として見ている。でこういった日本の、ね、上場会社は3ヶ月ごとに連結決算を行って、株主還元が多い経営者が良い経営者と今されているわけなんです。でこんな株主資本主義っていうのに対して、まあ、ピケティさんという学者、経済学者、彼が、まあまあ、有名な方ですけど、一つ の、 研究結果を出している。これは特にですね、先進国の中間層を中心に経済格差を広げた。アメリカじゃ中間層が没落している、日本でも没落していると。でこれはなぜかというと、調べてみると資産運用によって得られる富はですね、労働によって得られる富よりも成長早い。要するに金が金を生んだ方が額なせして働くよりも早く貯まるよということなんです、分かりやすく言うと。で裕福な人はより裕福に、労働者は相対的に貧困になることが証明されたんです。で彼を社会主義者っていう人もいるんですけど、株主資本主義がね、好まない研究結果を出しただけなんですね、これは。じゃあここから私投資の仕事してるんで、じゃあその成長って何だろうかと
いうことを舞台裏、これ本になって出てきません。その事情も全部説明します。はい、はい、例えばですね、MA ファンド、まあ、P ファンドなんて言うんですけど、ファンドがあるんです。まあ、ファンドって言ってもいろいろありますけど、はいはい、で彼らはですね、最初にお金を集めるときに年 25% 必ず増やしますって約束して集めるんです、はい、そうするとね、はい、1年目に100円だったものは1年後に125円になってる、はい、2年目に頭に125円だったものは156円になると、うん、こう増えていくと5年間で100円が305円になります、うん、こんなに増やすんです。こんなに増やしますよって約束してお金を集める、うん、でじゃあどうやってやるかっていうとですね、うん、ここにファンドの運営会社がありますね、うん、でそこが投資家にまず勧誘をするわけです。25% 年必ず増やしますと。それで、そこで出資するわけです。その時に投資家から下に矢印でじゃあ100億円で会社買うとして、これ分かりやすい例で出します。10億円投資家が出します。このファンド運営会社も、ファンドに 5億円出します。85億円足りないんで金融機関から85億円借りてきますと、うん、これをこのファンドに100億円用意しました、うん、そこで売り主に行って、会社を100億円払って買ってくるわけですね。でその後何が起こるかというと、役員を派遣して、で、大体そのファンドっていうのは5年間ぐらいですね、会社を保有して転売するんですけど、うん、その間に徹底したコストカットを実施するんです。リストラ、資産売却、自己株取得、増配、新規研究投資開発費の抑制、設備投資の抑制、賃金抑制、下請けの国ストダウン要求とかやりまくるわけですよ。それでその浮いたお金は全部配当ということでファンドに行くわけですね。で、5年経ちましたと。そうなったらどうなるかというと、この買い手ってここに書いてますけど、そこへ、まあ、入札なんか売って転売します。でその時の最低コスト、ハードルレートは130億円なんです。なぜかっていうと、10億円のものは3倍ですから30億円にして返さなきゃいけません。分配しなきゃいけない。それから5億円で自分が出したものは15億円で分配しなきゃいけない。で残りの85億円で借りてきた分は、まあ、85億円の元本と金利も安いですが、それをつけて返せばいいと。よってですね、ハードルレートは130億円と金利分で以上で売ると言うんですよ。今の日本の企業は全部そうなってるじゃないですか。ああ、もうファンドから出たようなところ、ね、上昇してるとかみんなこうなってるわけです。そうなってますね、ええ、でじゃあこれが130億円じゃなくて150億円で売れたらどうなるかというと、余った20億円はファンドと出資者で分配するんです。なるほど、ね、でね、これ絶対130億円なんです。なぜかっていうと、1号ファンドを作ってこれ集めますけど、約束を違えるともう集まんない。2号ファンドが作れないから、3号ファンド作れないから、だからファンドにいる人は死んでも、ね、25% 増やすんです、うん、だからどんなことをやってるかというと、その例えば駅前に本社の土地建物がありますと、そういう会社買っていくんですね、うん、で売っ払うんですよ。そうすると会社に不動産売ったらお金入りますよね。そうするとそれ配当に回しちゃうんです。じゃあ会社はどうするかって、賃貸に入れって話です。5年後は俺たちが出てくからって、そういうことをねやるわけです。で従業員のね、給料とか下請けさんから買うものってカットですから、コストですから、だから徹底的なカットをすると。こういうことをやって自分たちが5年間で100円を305円にしてやってる、うん、これが儲ける仕組みなんです。でこれは我々みたいな M&A とか弁護士とかね、関わってる人はみんな知ってるんです、うん、でもじゃあなんで出ないのかと、ここに秘密があります。 MA ファンドは会社を買うときにデューデリジェンスっていうのをやるんです。これ結局買う会社を徹底的に調べるんですね、うん、その時に弁護士とか会計士雇って調べます。で1件あたりのデューデリジェンス、まあ、額にも規模にもよりますけど1000万から1億払うんですよ、ファンドが。そんな上得意のことをね、うん、弁護士がかけますか、うんね、会計士かけますか、かけないです。 MA 仲介会社も持ち込んだら紹介料もらえるから、ね、お得意様なんですよ、ファンドは、うんうん、だから絶対にこういった人々は、ファンドに関わっている人はこの実態を明らかにしない、うん、
私はファンドと取引しない MA 業者ですから、うん、あの何のしがらみもないんで全部、うん、あの表にしちゃう、ね、本当にものすごい分かるあれですね。ありがとうございます。本当にそれすごいね。まあで薄々は感じたけど、まさに今説明受けるとそういう構造だ。そうだから株主資本主義とかいう本質がね、こういうところで見えるってことだよね。見えます。だから MA ファンドがね、好む会社っていうのはキャッシュフローが安定してる会社、それからしがらみがある会社。しがらみがあるとね、新しい経営メンバーで来てみんな来ちゃうんですよ。なるほど。で売却できる。それから株価がや割安な会社がね狙われるんです。結局株価が安いっていうことは、安く株を買い占めて解体してしまえば余計にお金になりますからね、生産しちゃうと。極端なこと言うとね。それからあの業界再編の必要があることとか、現金いっぱい持ってるとか、いい不動産を持ってるとか、お金になりそうなところ、あと競争優位があるようなところが狙われます。そっか、なるほど。でね、そこをじゃあどういうふうに言ってるかっていうのをちょっと話してきますね。続けていきます。はいはい。で、あるあの欧州のビジネススクールで教える対日市場戦略っていうの、これ、あの日刊工業新聞に出てたんです。はい。鈴木智さんっていう早稲田の先生が言って、日本市場が本格衰退する前に日本企業に自社株買いや高い配当を要求する、これを継続することが不可能になるまでしゃぶり尽くし、最終的に株価が下がる前に高値で売れ抜けることが最も効率が良いって教えてるんですね。要するにしゃぶり尽くせということを教えている、これが株主資本主義なんです。でこの、自社株買いとか高い配当っていうのをちょっと覚えておいてください。東芝どうなってますか。東芝はですね、2022年3月期に1株110円の特別配当、増配です。配当を増やします。それからもう2倍を超えるんですね。それから1500億円規模の株主還元をして、特別配当のほか自社株買い1000億円、ね、まさに鈴木教授の教えの通りにしゃぶられてます。これが株主資本主義で、もう一つひどいのは、この物言う株主のファラロンっていうのは、赤字のとこだけ読みます。5年間の営業キャッシュフローの全額を株主還元する旨を定価に載せろと要求していると。5年間ね、自分たちが持っている間の営業キャッシュフローは全部俺たちによこせって言ってるんです。これがね、東芝の本業力強化につながるだろうかという私は疑問を呈したいです。じゃ あ, 先ほどの前半がですね、株主資本主義の話で終わったので、じゃあ後半ちょっと説明を続けさせていただきたいと思います。はいはい。まずですね、弱肉強食株主総取りの株主資本主義にとって良い経営は何かって考えてみるとね、従業員払う給料とか賞与と、それから下請けさんとか仕入れ先さんに払う 代金というのはコストに過ぎないって考え、ね、共同体じゃないです、コストだと。だからコストダウンを図るために、まず固定費となる正社員、正社員というのは簡単にクビにできませんから固定費なんですね、人件費。これを削減することが株主の配当を増やすことにつながります。で固定費を削減するために邪魔なのは終身雇用です。終身雇用を破壊して非正規雇用を増やして給料を非正規にすると、給料がですね、人件費が固定費から変動費にすることができる。でこれで株主への配当が増える。つまり平均的な従業員の給料の上昇を押さえつけることが可能になりますから、本来ですね、正規雇用されていた従業員を非正規雇用に押し合ってコスト調整を容易にすることが可能になる。これは株主資本主義にとってはいい経営です。で人材派遣会社にとって誰とは言いませんが、距離をむさぼるビジネスチャンスも到来してるんですね。で続けます。つまりですね、今の給料の話続けますと、給料賞与はコストに過ぎないって話しましたけど、コストダウンを行うことためにですね、国内にある人件費の高い工場を閉鎖して日本人従業員をリストラして固定費を減らすことができる。これはいい経営になるわけです、株主資本主義からね。でまたさらに賃金が上がる年代の従業員をコストカットするためには、45歳に定年を変えて会社から放り出して、ね、あとは自分で考えろと、人件費を抑えて株主へ還元することもいい経営です、株主資本主義。それから
海外移転ですけど、賃金の安い外国に製造拠点を移して外国人を雇用して外国の GDP を増やし、我が国の GDP を減らすことで国力を減らし、生産性与奪の権を外国に与えても企業の利益を増やして株主に還元すること、これがいい経営なんです。でグローバル経営を推進せよという根拠になるわけですね。これ中国経済が増えたのもそこですね、はい、そうです、まさにそうです。で、あの時はですね、さらに民主党政府だったので円高放置したのでさらに拍車かけました、で国内でやってる下請けの業者さんにはですね、途上国とのコスト競争をさせることで適切な付加価値を与えないで買い叩くことが可能になって、それで利益を増やして、株主に還元すること、これがいい経営だと。だから基礎研究とか将来収益になることが確実でないものへの支出は無駄金だからやめて株主に還元すること、これが株主資本主義者が言ういい経営です。それから工場の老朽化には目をつぶって設備投資は極力行わないでその分を株主に還元する、これもいい経営なんですね。で、これが理想の経営だと私は見てるんですけど、株主、新自由主義者という、じゃあ株主資本主義は正しいんだろうかという本題に入っていきたいと思います。で、確かにですね、改革を叫ぶ人たちが主張する、客観的な無駄、これは改善する必要ある、誰が見ても無駄なものはこれは改善しなきゃいけません、改革しなきゃ、改善しなきゃ、しかしですね、これは株主資本主義が導入される前から民間企業でですね、三方よしの経営だった日本の企業でも普通に行われていました。トヨタの改善とかね、そうです、なんか本当やってましたもんね。やってましたでしょう。だから改革っていうのは株主資本主義じゃなくてもやってたんですね。それから弱肉強食、株主総取りの考えっていうのは雇用が不安定な非正規従業員を増やしちゃいます。で彼らは消費を、当然ね、雇用がいつまで続くか分からないけど消費を控え、消費の低迷をもたらします、またね、収入が増えないで結婚できない若者が増えるわけですね。そうすると結婚しても将来に見通しが立たないから子供を設けることも諦めたり、こういうことが消費者に拍車をかけてないだろうかと。それから低コスト実現のため少子化による労働者の不足、これを補うために外国人労働者を呼び込んで実質的な移民政策を推進して治安の悪化を招いていないだろうかと、こういうようなこともね生じてんじゃないかと、でさらに続けますとね、短期の損益と株価の上下を主な論点として3ヶ月ごとに決算し、配当が多い経営を良しとし、株主だけが富を独り占めする株主資本主義が各利害関係者にとって良い経営だろうかと思ってるわけです。でさっきのお話じゃないですけど、それによって日本の地方工場は次々閉められて中国、その東南アジアに移転したために、地方は非常に失業が高い、つまりグローバル化で非経営化してさながらアメリカのラストベルトみたいになってますねと。で、ここが僕は大事だと思うんですけど、株主資本主義者の言う成長っていうのはですね、株主が総取りする金の取り分が増えていくことなんですよ。で成長というね、美辞麗句でオブラートに包まれた会社の利益を皆よこせというですね、本音を隠しているだけなんじゃないか、成長してないって言ってるんですけど、それは自分の取り分が増えてないっていうことであって、で何を言いたいかというと、全部ね、会社で従業員とか仕入れ先叩いてね、得た利益をみんな俺によこせって言ってるだけなんです。そうすると当然さっき言ったような従業員の給料上がらないとか、開発投資いかないとか、いろんな問題出てくる。だから富の独り占めを株主の手から取り戻して本来の適正な分配に戻すことが必要じゃないかと。つまり何を言いたいかというと、競争して会社自体が成長して利益を出していくっていうのは僕は否定してたんです。大いにやったらいい、だけどその成果物を全部株主が持っていくようなシステムがおかしいんだと。そこで適正な配分をすることによってですね、適正な配分をすることによって従業員の生活も成り立つし、それ賃金も上がるし、消費も増えるし、雇用も増えるし、いろいろこう株主が取る分を減らすことによって他に回すことによってですね、利益の分配を、それによってさらにいい効果が出てくるんじゃないかなっていうことを、見方もあるわけです、ではなんで株主資本主義が主張されるんだっていうのも考えなきゃいけない。
これははっきり言うと恩恵を受けている人がいるからなんです。じゃあ誰かっていうと、まず会社をさぶり尽くしたい強欲な投資家さんからコストカットなど株主資本主義に忠実な経営者、この人たちはあのカットすると巨大な報酬もらえるんですよね、うん、昔1億円以上の報酬をもらってた社長なんてそんなんいませんでした。いなかったですね。こんな風になってる。それから、この株が上がることであって投資家から手数料を欲しい金融機関、株屋さん、株屋さんも株価下がるの困るし、で彼らをお客さんとする周回遅れの経済メディアもいるわけです。で結局ステークホルダー資本主義ってまあ呼ばれてるね、まあ、三方よしの経営みたいなものはですね、富の独り占めを行う上で障害となるんで、まあ自分の身入れを減らす。でもこれも本音はね、だからあの株主資本主義をやれて俺の取り分をね確保するためにやってくれとは言えないから、別の言い方で成長がおか、ね、あの成長がなくなってるっていう言い方をしてるんじゃないかなと。あとこれで僕はね、あの、指摘したいのは、株主資本主義を旗振りする政治家がいるんじゃないかと、やれやれと、ね、これ匿名でまさか投資できるファンドなんか出資してないでしょうねと、利益誘導、便宜供与ですよこれ、ね、あのこの前の河野太郎さんの会社のね、日本端子と同じ構造じゃないですかこれ、こんなことは誰も取り上げない、でなぜか、なんで取り上げられないかというとファンドが匿名だから。だから政治家の中にはファンドに金入れて株主資本主義だって言って、それであのファンドが稼いだものを配当でもらってる人もいるかもしれない。そういうことを、そういう疑いもあるんです。で株でアメリカでですね、株主資本主義が見直されてると、2019年の8月にこの、ビジネスラウンドテーブルっていうですね、まあ大きなロビー団体が、あのはっきりと言ったのは、顧客への価値の提供、従業員の能力開発、取引先との公平で倫理的なこう、あの関係を構築して、そして地域社会、地域社会への貢献も行って、全てのステークホルダー、まあ、利害関係者に対するコミットメントを行うよと言ってるんです。つまり株主は一つワンオブゼムなんだよと言ってるんです。でこれに対して180社以上の CEO が署名してる、こういう動きが出てきてるんです ね。それから、去年のダボス会議でもダボスマニフェスト2020というのが作成されてる、この中で歌われてるんです。ただこの中にあのちょっと悪名高いあの SD なんとかっていうのも入ってるんで、これは手放しには褒められない、でじゃあ日本どうだったのっていうと、ちょっと最後お話しするとですね、日本はあのかつては、ね、株主資本主義じゃなかったんですね。でかつては、ね、1億総中流の国だったの、さっきおっしゃってたよ。で1億円以上の報酬を得るようなあの経営者なんて本当少数で、我が国 の経営っていうのはですね、株主資本主義じゃなくて三方よしの経営だったんですね。つまり商売において、は売り手と買い手とが満足するのは当然であるし、社会に貢献できてこそ良い商売と言えると、これ近江商人の考え、で我々が社会人になった頃は会社社会の後期だったし、で、まあ、脱株主資本主義経営をすると、あの株主は企業が生み出す価値や利益を総取りできなくなると、で株主への配当は減るんだけど、本来の従業員とか基礎研究設備投資施策企業を得るべき付加価値を還元することができると、我が国の風土に合ってんじゃないかなと思ってるんです。で最後にこれね、あのごめんなさい、言うと、あの岸田さんになっていろいろ言われてます。で私はね、自民党の公約が変わってんですよ、でこの政策集って、まあ、昔はマニフェストなんて呼ばれたやつですね、これ高市さんが中心になってやったんですか、やったやつ、はいはい、これまさにね、この高市さんのこの本に書かれてるような内容が出てきてるんですね、で分配政策で分厚い中間層を再構築しましょうと、で企業が長期的な目線に立ち、株主のみならず従業員、消費者、取引先、社会にも配慮した経営ができるよう環境整備を進めますと、このためコーポレートガバナンスや企業開示制度の在り方を検討する、見直すよと、で労働分配率の向上に向けて賃上げに積極的な企業への税制支援を行います、まあ、ここはあれです、あと四半期決算を見直して、まあ、あの目先の収益の会計からやめますということですね。それから
下請け取引に対する監督体制を強化します。まあ、こんなことがあの政策パンフレットの14ページに書いてあるんです。つまりあの繰り返しますけれども、あの増税をするとか何とか言ってんじゃないんですよ。まずあの会社は成長して得た成果物富というものを株主だけに行く今の構造を見直して、いろんな人にステークホルダーでも分配しますっていうことを書いてるだけであって、この増税してどんどんこのっておっしゃる人はいるけど、これは大いな誤解だと思います。そうですね、いやあの先週実は経済討論がありましてね、まあ、そういう話のね、あれも、まあ、こんなきちっと詳しい話じゃなかったけど、例えば消費税の話もね、あれ1割消費して買い物したら 10% ね罰金取られるような感じでみんな捉えてるけど、そうじゃなくて実は中小企業何も企業は取引すると商売すると1割取られる。つまりこのことを消費税上げた私、なぜ安倍さんがね今は何ですか不景気の時増税なんてとんでもないってたのに2回も上げたのか、であれで分かったなと思ったのは、まあその森さんって方がねその消費税の解説を してくれたんだけど、つまりそれをやると今おっしゃったこと、つまり企業は配りようがないわけですよ。それ 10% 仕事やればやるほど罰金食らう、1割払わなきゃいけなくなってくる。そうすると労働者に回すお金なんかも全然なくなってくる。だから単なる物価物を買って1割払うんじゃなくて、企業そのものがやればやるほど仕事をやればやるほどお金をどんどん払わなきゃいけない、で労働者に回るお金ない、だからこの路線が本当に貫徹しちゃったっていうね、あの消費税の増税ってなんで、ね、わざわざあんな安倍さんも分かってるはずなのにやったのかなと思ったのは、そこでちょっと分かったような、ね、気がしたんですけどね、企業の付加価値に対してかかるので、要はその給料の場合は付加価値に入ってしまうのでその課税の対象になっちゃうんですけど、非正規にしてあれ仕入れになるじゃないですか。そうすると要はそのコストになるので、そこから外れるので消費税払うあの額が減りますよね、場合によってはあの還付されますよねと、いうことがあるので、あの彼らにとってはものすごく大きなインセンティブになっているということですね。でそれが株主資本主義と、まあ、まさにこうあのちょうどあの相まってしまって、まあ、そういう状況になっているということですね、あともう一つその今平井さんおっしゃった話と関連、これよく私使うものですけども、申し上げればこれはあの9兆7000100とした場合にどう動いたかってことですけど、あのコーポレートガバナンス改革ってあの一番最初は97年 の, そのストックオプションの解禁からじゃないですか、それから進んでいくわけなんですけど、明らかにこうやってその配当はね6倍で経常利益3倍になってますよね。要するにあのでその代わり設備投資は減って給与も減ってますよねと。でまあ要するにこれからも今お話しした話っていうことが、要はコスト下げて経常利益増やしてで配当に回してるってことが明らかに分かるんですけど、あともう一つ重要なのが、要は先ほどからねあの井上さんもおっしゃってましたけど、設備投資をしなくなるのでイノベーションが起きなくなるんですよ。要は長期的、今我々がねそのいろんなものを享受してるものってもちろんその政府の巨額な投資、まああの iPhone なんかそうですよね、これ松川とかはっきり研究で言ってますけど、アメリカのねあの政府の巨額の投資によってベースの技術があって、それ民生転用しただけですから、でただね日本企業ってやっぱりそのしっかりとね長期的な視点で基礎研究やってきて何十年研究して、でそれがあの日の目を見てね我々が普通にあの使ってるいろんな技術ってそれがあるわけじゃないですか。ノーベル賞もそうですよね、まあ、あれは政府のですけど、でそれができなくなっちゃう、でそうするとどうなるかっていうと、これちょっと私先ほどちら見せした、まあ、すみませんちょっとこれあの平井さんからすると足りない部分があるかもしれませんけど、あの要はそうするとどうなるかっていうと、手っ取り早く中小企業で技術持ってるとこ買ってこいってことになるんですよ。今そうですね。でそれをさらにね菅政権で、まあ、私中小企業淘汰 法と言いましたけど、あの経産省所管の法令と、あとそれからあの財務省ね銀行法改正をして、まあ、変えてしまったわけですけど、そうなると中小企業がねあの、まあ、切り刻まれたりとかいい技術があの取られてしまって、でこれがグローバルでやってますから当然買う側には日本企業だけじゃなくてあの海外企業外資企業あるわけですよね。でそうなるとそこに取られてしまうってことになって、で地域がどん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 否定していきますしということになってしまうわけなんですよね。まずですねこれちょっと見てください。まあこれあの経理やってる人じゃない人も分かるようにすごい簡単に書きました、あの売上が1000円ある会社があるとします。でここにまずね製造原価っていうのがあるんですね。これ何かっていうと工場で働いてる人の人件費とか、下請け会社からの部品を買う費用とか材料代なんかが入のことなんです、だから1000円の売り上げだけどそういうのに工場で物を作るのに600円かかっちゃったよと、そうすると手残りが400円になるわけです。この手残りを売上総利益粗利っていうんですね。
でそこからあの事務や営業の人の人件費なんかが引かれるわけです。これを販売費一般管理費って言います。そうすると、まあ、残った手残りが200円と400円から200円かかります。そうするとこの200円、まあ、あと経常利益とか特別利益とあるんですけど、それすっ飛ばします。で、これに税金がかかるとして税引き前利益っていうのが、まあ、200円になりますと。これに、まあ、あの計算を簡単にするために法人税が4割かかりますよって、まあ、ざっくりと書きます。80円かかるんで税引き後の利益が120円になるわけです。でこの税引き後の利益から配当、株主資本主義者が、まあ、待ち望む配当が支払われるんですね。じゃあ次 の、 あの説明をします。分配を重視するとどうなるかと、売上は1000円です。で、まあ、工場のね働いてる人たちの給料を上げようとかね、ちゃんと上げてあげようとか、それから下請け会社からの部品購入とか材料は適正な価格でね買い叩かないようにしようよ。そしたら600円が650円かかっちゃったと、そうすると手残りは350円になるわけです。で今度そこから、まあ、事務や営業の人もね所得を上げてあげなきゃいけないということで、200円が250円かかっちゃったよと、そうすると営業利益っていうのが手残りが100円になるわけです。でここに税金がかかるんで4割、40円かかりますが、60円が税引き後利益です。そうすると配当の原資元になるものは60円になっちゃうと。そうすると株主資本主義者が騒ぐんです。成長が鈍いとかね、成長していないと。でも見かけはこうなんですが、実は配当は減る、株主の手残り、あの取り分は減るんですけど、従業員の所得は増えます。それから下請け会社の売上もちゃんと付加価値分伸びるんで、結局消費を拡大していくっていう効果があるんです。じゃあもう一つ対照的なものをあの説明しますね。じゃあ株主資本主義者が言う成長っていうのを重視するとどうなるか。例えば売上1000円で、工場の労務者を、まあ、時給を、まあ、下げるのは難しいんで減らしましたと。下請け会社からの部品購入費や材料費を買い叩きましたと、そうすると500円に600円買ったのを500円にしましたと。そうするとあの手残りは500円になりますね。でそこであの事務の人をあのなるべく辞めさせて非正規社員にしたり、人件費の上昇を抑えて150円に抑えましたと。そうすると手残りは350円になります。でこれに税金が4割かかると税引き後利益が210円、そうすると配当の原資が増えるわけです。これが成長している良い会社だと株主資本主義者は称えるわけです。ところが配当は増えますけども、従業員の所得は減るわ、あの非正規の社員が増えるので、結局はですね、消費縮小するんですよ、ね、だから成長とかいう言葉に惑わされちゃいけない、もう誰でも分かるように非常に簡単にね書いて説明しましたけど、これが株主資本主義者が言う成長なんです。だから労働分配率っていうのちょっと比較してみますと、政府のあれですと日本は 50.1%、それでアメリカは 52.8%、ドイツは 52.3% なんです。結局ですね、いかに労働分配率が日本が低いかということなんですね。ですので私は配当なんか減らして構わないって言ったら日経新聞に怒られますけど配当はまあまあ抑えてと、やはり三方よしの経営で全てのステークホルダーがね、まあ、そこそこみんな満足するような経営に立ち返る、あとさらにこの数値では示しませんけど日本の強みである家族的経営、ね、疑似家族経営、これに戻して、今もねちょっとタクシーの車内の中で運転手さんと話したんですけどね、やっぱり終身雇用がないっていうことが消費ができないそうなんです。やはりいつ仕事がなくなるかわからないと、すると消費は抑えますよね。ですからそういったことも考えるとこれから の、 経営というのはね、まあ、なんて新自由主義からの脱却というのはぜひやっていただきたいなというのが私の前半のお話とさせていただきます、まあ、本当にこの間もそうでしたけど非常に分かりやすい話でね、法人税とか消費税の問題もね、含めて見ると、いくら法人税下げてもその株主資本主義である限りは全然みんなに回らないっていうね、構造がよく今のでもよく分かったんですけど、はい、ありがとうございます、はい。